朝5時20分出発集合という強行スケジュールにもかかわらず遅刻者ゼロ、途中事故渋滞にも見舞われたが無事に宮崎空港に着いて研修初日を迎える。時刻は朝の4時52分です。はい、出荷する袋コンテナと敵か B、C は詰めましたんで、これから農協本所向かいます。ゆうちゃん研修行ってきますよ。うい、一応こちらをつけてですね、宮崎でJオーラ多少建前しを2日間アピールしたいと思いますね。出発します。久々にいい朝日が拝めました。研修日和です。時刻は5時10分ですね。夏給油置き場にレギュラー段ボール含めて置いときますんで、お手続きよろしくお願いします。今回は大型ですね。大型出すね。大型で行きます。思わず肉まん買っちゃいましたね。400円。現在は7時ですけど、事故渋滞、羽田空港まで50分ですね。だいたいもう1時間遅れなってます。あ、フジテレビ通過しました。羽田着ですね。はい、1時間遅れですんで、はい、行きます。チケットもらいました。左動く歩道ですね。はい、久々に利用しました。あ、微妙に映ってないですけど、あやつに乗ります。ちょっとか機乗っていうんですかね、乗りました。乗車しました。乗車しました。宇宙船みたいですね。南国っぽいんで撮影しときました。バスに乗り込みます。さらば宮崎空港。大淀川ですね。あ、これはいい感じですね。川が宮崎市の中央を流れております大淀川、5キロ以上という大きな川の流れとなってまいります。ここは後ほど会議室の方でご説明を資料に基づいてしたいと思いますので、先に補助なり施設の状況を見ていただきます。ちょっと安武さんの方から挨拶をお願いします。どうもアルバルです。ようこそ。お願いします。福田と言います。私は書いてあるとおり木がなく栽培しています。
務経営といいますか、やっておりまして、今はそういった火砕類が全部終わって、ハウスでも生姜をやっているんです。新生姜なんですけれども、それを加藤さんが出荷調整しているところです。でハウスの生姜も生姜新生姜とかはもう生で食べる。そこはそんな真っ白にならない。で結構こういった砂地とか向いてます。露地生姜、はい、これ QR 読むとですね、このような国際認証グローバルギャップ取得情報が出てきますね。はい、この QR、 はい、生姜です。パック詰め、ガッチャンガッチャン。もうここからは流れ作業で、おお、お結構な勢いで落ちてくるんですよ。なるほど。こちらピーマンですね。はい、枯らしてますね。宮崎県の中央部に位置する農協になります。平成9年ですね、に合併をしておりまして、今年でちょうど20周年を迎えるというところになっております。で、野菜を中心、野菜、あの畜産をですね、中心とした販売方になっておりまして、野菜の中ではきゅうりがほとんど、メインに、きゅうり、ピーマン、トマト類が、火災産品がですね、メインとなってます。僕は、実家でそういった雇用型農業をやったんで、ある程度ノウハウが出てきましたんで、ちょろちょろ増やしながら買い物を行って、先ほど見てもらったところはのちょい先に借りて始めたんですけど、で、2024年に株式会社が使ってこう立ち上げて、それは当時独立産業の部分の給料を認定に、国産業の認定に第1号があったんですけど、その